アルテミスはギリシア神話に登場する狩猟、締結の女神である。アポローンがヘイリオスと同一視され太陽神とされたように、後にセレーネとー同一視され月の女神とされた。また闇の女神ヘカテイと同一視され三通りに姿を変えるものだとも考えられた。アルテミスはゼウスとデーメーテールあるいはペルセポネーの娘ともあるいは ディオニューソスとインシストの間に生まれた娘とも言われているが、ギリシア人に普及した伝承によれば、ゼウスとレ等の娘で、アポローンとは、ソーセージとされている。アテーナー、ヘスティアーと同様、諸女神である。オリュンポス十二神の一柱とされるが、本来のヘレーネス固有の神ではない。その名は、古典ギリシア語を語源としていないと考えるのが、妥当である。アルテミスは、 ギリシアの先住民族の信仰を古代ギリシア人が取り入れたものと現在の研究では考えられている。古くは山野の女神で野獣と関わりの深い神であったようである。アテー内にはアルテミスのために少女たちが黄色の衣を着て熊を真似て踊る祭りがあった。また女神に従っていた少女カリストは男性との交わりによって 諸女性を失ったことで、アルテミスの怒りを買い、そのためメスグマに変えられた。また、多産をもたらす、出産の守護神の面も持ち、妊婦たちの守護神として、英霊中ヤと同一視された。地母神であったと考えられ、子供の守護神ともされた。女神は、森の神として、弟神アポローンと共に、東野イルの称号を持ち、薬病と死をもたらす恐ろしい神の側面も持っていた。 また、三軸の女に苦痛を免れる死を恵む神でもある。また、神話の中では、オレステイスがイービゲネーアと共にもたらした、アルテミスの心臓は人神獄を要求する神であった。アルテミスに対する人神獄の痕跡は、ギリシアの各地に残されていた。古典時代の神話では、狩猟と締結を司る神とされる。アルテミスの祭祀は女性を中心とするものであった。 神話では、ニムペイを従えて、アルカディアの三夜をかけ、鹿をいるが、時には人にもその夜が向けられる。通常、アポローンと共に、デイロス島で生まれたとされるが、これは、構成的な伝承で、母霊島が、ヘーラーの嫉妬を避けて放浪した際、オルテュギア島でまずアルテミスが生まれ、さらに、デイロス島で、アポローンが生まれた。この時アルテミスは、 生まれたばかりであるにもかかわらず、母の産塾に立ち会い、助産婦の務めを果たした。この神話に、彼女が生殖や出産を司る、女神の側面が見て取れる。さらに、まだ幼いうちに、ゼウスを探して出会い、エビラや短いチュニック、狩りの長靴をねだり、そして、妊婦の守護神であることなどをゼウスに願い出たとされる。アポローンと共に行動することがあり、母は名どった。 ニオベイの子供たちと対決した伝説が伝わる。また、アルテミスの怒りに触れて、不幸をこむった者には、英雄オーリーオーンやアクタイオーンの伝説がある。エペソスの女神コアジアの古代の商業都市エペソスは、アルテミス女神崇拝の一大中心地で、この地にあったアルテミス神殿は、その壮麗さで古代においては著名であった。また、この神殿は、現在遺跡が残るのみであるが、 近くの視聴者に祀られていた女神の心臓は現存している。この像は胸部に多数の卵型の装飾をつけた貝をまとっており、あたかも多数の乳房を持つように見える。この像は一般に多数の乳房を持つ法上の女神として知られ紹介されるが、遺説として女神への生贄とされたお牛の黄岩をつけられているともされる。 小アジアにおけるキュベレーなどの第一母神信仰と混交して独特なアルテミス崇拝が存在していたと想定されている。それは植物の豊穣や多産を干渉する地母神としてのアルテミス崇拝であった。この信仰は古代ギリシャの森や山野のところ女神アルテミスのイメージ、現像とは異なっている。また出産の女神でもあった。 アルテミスの現像ともかなり異なっている。キリスト教における使徒パウロはエペソス人への所簡を通して、エペソスの人々にキリスト教徒のあり方を語っているが、パウロはアルテミス信仰と正面から戦いを挑んでいたとも考えられる。また、使徒行伝はエペソスにおける女神信仰の様を偶像崇拝と記している。 女神の壮麗な神殿は、キリスト教の地中海世界への電波と共に、信仰の場ではなくなり、やがてゴート族の信仰で怪人に返した。アルテミスについては、オィディウスなどが変身物語において、読み物風の恋愛談を書き残したことでよく知られる。オーリー・オーンとの恋愛の話などが存在する。女神の姿で、カリストーを騙すゼウス・カリストーは、アルカディアのニュームペイであるが、 純血を誓い、アルテミスに従っていた。ゼウスは姿を変えて、カリストに近づき、彼女を愛した。こうして二人の間に、アルカディアの外なるアルカスができるが、アルテミスはこれを怒り、彼女をメスグマに変えた。カリストはアルテミスによって殺されたとも、息子アルカスがそれと知らず、クマと思い、彼女を殺したともされる。ゼウスは、 カリストを憐れんで天にあげ、大熊座にしたとされる。息子アルカスは小熊座となった。しかしこのカリストは、本来はアルテミスカリステーであり、アルテミス自身のことであったと考えられる。アクタイオンはアポローンの子アリスタイオスとカドモスの娘アウトのエイトの間に生まれた子で、漁師であった。彼は、北イローン山中で五十頭の犬を連れて漁をしていたが、 たまたまアルテミスが泉で水浴している姿をかいまみ、女神の羅針を見た。アルテミスは怒り、悪体オ,オンを鹿に変え、その連れていた五十頭の犬に襲わせた。犬たちによって悪体オ,オンは引き裂かれて死んだ。オリオンザ・オーリーオーンは、ポセイドオンの息子である。彼は、陸でも海でも歩くことができ、そして非常な豪腕の持ち主で、太い棍棒を使って、野山の獣を狩る。 ギリシア一番の漁師であった。狩猟の女神であるアルテミスと、ギリシア随一のカ人ドであるオーリーオ,ーオーンは、次第に仲良くなっていき、神々の間でも二人は、やがて結婚するだろうと噂されるようになっていった。しかし、アルテミスの双子の弟であるアポローンは、乱暴なオーリーオーンが嫌いだったことと純潔を、司るところ女神である彼女に恋愛は許されない、ことから、 二人の関係を心よく思わなかった。だが、アルテミスは、アポローンの思惑を気にかけなかった。そこで、アポローンは関係を持って、アルテミスを騙す暴挙に出た。アポローンは、アルテミスの弓の腕をわざと馬鹿にし、海に入って、頭部だけ水面に出していたオーリーオーンを指差しして、あれを射ることができるかと挑発した。オーリーオーンは、アポローンので遠くにいたため、アルテミスは、 それが、オーリーオーンとは気づかなかった。アルテミスは矢を放ち、オーリーオーンは矢にいられて死んだ。女神がオーリーオーンの死を知ったのは、翌日にオーリーオーンの意外が浜辺に打ち上げられてからだった。アルテミスは後に神となるほどの腕前の医師、アスクレーピオスを訪ね、オーリーオーンの復活を依頼したが、冥府の王、ハーデースがそれに事を唱えた。アルテミスは父であり、 神々の長であるゼウスに訴えるが、ゼウスも死者の復活を認めることはできず、代わりにオーリー,オ,ーオンを天にあげ、星座とすることでアルテミスを慰めた。なお、サソリ座はアポローンが測ってオーリーオ,ーオンを襲わせ、彼が海に入る原因となったサソリであるとされた。そのためオリオン座は今もサソリ座が登ってくるとそれから逃げて、西に沈んでいくという。 ありがとうございます。